いらっしゃい、居酒屋ますやの大将増武です。今日のおすすめは寒い冬にぴったり、たらたっぷり湯豆腐でございます。はい、旬の食材のね、たらや春菊など、たっぷりと入った、温まる一品になっております。それではですね、早速お出汁の方をね作っていきましょう。これ、昆布の戻し汁です、もう昆布の出汁の効いた美味しい湯豆腐が出来上がります。火にかけておきましょう。でですね、まずじゃあお豆腐おばですね、このサイズのお鍋で作りますんでね、入れすぎると大変なことになるということで、気をつけていただければと思います。水菜ね、美味しいですね、シャキシャキしてね。落としていただきまして、もうね、お作りになるお鍋やのサイズと合わせたなんとなく大きさにカットしていただければ良いのではないかと思います。そしてはい、はい、もう聞くな、はい、聞くなとも言いますね。面白いですね。もう春菊ですよ、冬の食材、春菊って春の菊ですよ。面白いですね。はい、なんで冬なのに春菊、炊き菊なんつって。はい、そしてこちらがタラでございますね。はい、切り身一つ、そうですね、食べやすい大きさで、まあ4等分ぐらいでどうですかね。はい、そして、だしに使いました昆布でございます。これをなんと入れていくだけでできてしまう、こんな簡単なね、お鍋豆腐ないと思いますよ。はい、昆布が入り、そして、ね、お豆腐が入りますね。さあね、水菜も春菊もすぐに火が通りますからね、もう本当にあっという間にできると思います。はい、入れていただきまして、これ今までで一番早いかもしれませんね、もしかすると。いや、これえらいことですよ。タラをせっかくなんでね、ちょっと大きめのところを入れていただきまして、ね、これタラからもねしっかり出汁が出ますしね、お出汁の効いた、はい、美味しい一品になると思います。さあ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 、ほらもうタラにも火が入ってまいりました。それではそこに春菊、もしね、春菊嫌いな方がいらっしゃいましたら、パクチーでも、いやいや、そっちの方が苦手だっていう人が多いかもしれませんけど、苦手な食材はね、皆さん入れなくて結構ですからね、はい、いや、私は、俺は椎茸は絶対入れたいよなんていう、ね、人がいたらびっくりします。はい、そして最後に、菊菜をポンと乗せていただきますと、なんとたらたっぷり湯豆腐完成です。すいません、たらたっぷり湯豆腐一丁上がり、たらたっぷり湯豆腐いただきます。もみじおろしで、たらから、おいしいな、たら。あ、メインは湯豆腐でした。
ああこれはこのあったかさとでもみじおろしのねこのピリッとしたのでもう体が温まります。もう冬に寒いにはね、あ、寒い冬にはもうぴったりです。はい、ぜひお試しください。